どうも皆さんこんにちは、がんばりイリエです。早速ですが、今日はポケモンバトルをしていこうと思います。ルールは簡単、モンスターボールのみを使ってバトルをする。ただこれだけです。やっぱさ、真のスマブラっていうのは、ポケモン使いでもあるわけよ。ポケモンだけ使っても勝てるからスマブラなわけで、今回はスマブラの中で使えるポケモンの中でも、ちょっとミュウツーを使ってね、ピカチュウを叩きのめしていきたいと思います。やっぱさ、ピカチュウもそろそろね、引退すべきなんじゃないかなって思ってます。某ね S さんも引退しましたし、ということで、今ちょっとポケモン出していきましたが、今のところのパーセンテージ的な状況で言いますと、ミュウツーさんちょっと負けてますね。ピカチュウさん、エンテイ出てきちゃったぞ。どうして私が出すポケモンには伝説ポケモンはいないんでしょうか。またこれは、出てんねかな、これ。ちょっとわかんねや。水先生、攻撃のできるポケモンっていうのが出てこないことには、ダメージの与えようが、雷ですね。気をつけましょうね。どうも皆さん、こんにちは。ソーブレイズです。今日はポケモンだけ使って相手を倒していこうと思います。SV ってどっちが売れたんだろうね。俺バイオレット買ったんだけど、ミライドンかっこいいよね。やっぱバイクになるっていう発想がやっぱ良かったよね。あれめっちゃ好き。ということで、はい、勝ちです。海洋が出たらもう勝ちよ。伝説ポケモンにピチューが勝てるわけないだろうということでね。はい、ドラゴン万歳。どうも皆さんこんにちは。短パン脱いだ短パン小僧です。短パン脱いだ短パン小僧には一体何が残るんでしょうね。ということで、初代同士の対決ですね。やっぱポケモンもさ、強い弱いもあるし、相性もあるけど、結局一番なのはやっぱ好きかどうかだよね。かっこいいポケモンもいれば、可愛いポケモンもいるし、やっぱ強くて好きっていうのもあるでしょ。でもスマブラにおけるポケモンもさ、好き嫌いというか、こいつ出たらもう勝ち確みたいなのがいるんですよ。さっきの海洋画みたいなのね。だからある意味これもね、運試しみたいなものなんですよ。実装みくじ、おみくじ。ということで、いくつかポケモン出しているものの、ゼニガメ 0% と。ちょっと攻撃を与えられてないとね、ちょっとさすがに勝ち目がないので、どうにかしていきたいですね。あ、雪の王出てきた。雪の王はちょっと攻撃が強いからね。またなし出てきた。もう出たがりじゃん。これだとちょっと雪の王もあんまり意味がないというか、なんとか攻撃当てていきたいんだけどな。これは困ったね。おい。何このスターウォーズの、ラスモールとクワイガンジンみたいな魔。ハッサム出てきた。ハッサムだったら攻撃してくれるからワンチャンあるんじゃん。ちょっとリザードンと相性悪そうだよね。鋼草じゃなかった、ハッサムって。でもいい感じに来たんじゃない。おい、ボール取られちゃったんだが。やばい、これ誰、メロエッタ、メロエッタってどんな攻撃してくるの。やば。やばい、やられる。勝っちゃった。どうもこんにちは、メガルカリオです。これ今気づいたんですけど、最後はやっぱりポケモンのバトルロイヤルしようかなと思って、全部のポケモン出したつもりだったんですけど、ルカリオだけ出てないですね。誠にごめんなさい。波動は反則だからね。仕方ないです。できん。やっぱルールは守ってくれないとさ。やっぱ殴られるほどちょっと強くなるっていうのはね。ちょっと完全なね、どのつく M というかね。そういう感じなので。やっぱちょっとそういうのはね、公序良俗というか、健全な、スマブラですからね。ちょっとあまりね、ちょっと困っちゃうというかね。はい。ほら、ドラえもんくんってハレンチンがちょっとあれじゃない、あんまり得意じゃないというか、女の子とちょっと手も繋いだことないっていうか、乱れ好きもしたことないっていうかね、言いませんな、恥ずかしいということで、はい、ちょっと状況を見ていきましょう。知らない間にピチューさんはいなくなってますね。で、ミュウツーさんは、スターミにスピードスターでボコボコ殴られているという状況でございます。そんなこと言った間にも気づいたら、ポケモン4体になってます。今ゼニガメさんも行ってしまいましたね。ということで、残り、最強のポケモンを決めるのはあと3体。もう2体になっちゃうかな。大丈夫でしたね。ミュウツーさんもね、頑張っております。
もう少しで最強のポケモンになれるという感じでしょうか。あ、ちょっと危ないですね。このままだとちょっと負けちゃいそう。あ、でも大丈夫。さあ、ポケモンのボールを出していく。あ、キテルグマさん来ちゃいましたね。これ勝ちです。キテルグマめちゃくちゃ強いんでね。なんていうんですかね。スマブラにおける最強のポケモン多分、キテルグマなんだと思います。